海陵防止像、金生名家肖像より、海陵文化十四年十一月二十一日は、江戸時代後期の浄土真宗の僧、教育者、家人。字は、宝木、または、笹ぐばり。大見国井ぬかみ群の浄土真宗の寺に生まれる。父は法名を春明と名乗り、母は、彦根藩士、高瀬坊の娘という。二十歳の時に特土して、真宗の教義を研究し、 父の後継者として二十数年を住職として過ごし、その後は司法を歴有した。鴨の間ぶに指示し、国学、科学にも通じた。明和二年に、彦根城の近くに草案を営む。完成年間に、大見国彦根藩主、飯田田中に招かれ、藩学を起こし人材を養うために、各地の藩校を視察するよう命じられる。 海漁はいろいろ見た中でも熊本藩の自習館が建物としては完備されているとみなし、その図をもとに設計建築し、完成11年、藩校である行動館を開く。海漁はその後も教育の方針について検索し、藩主はその苦毒に感じて、彦根城の東にある石ヶ崎に草案を作らせた。海漁は学者はできたが書物が備わらないことを帰り見て、 自ら長崎におき海外の珍しい書籍を購入し学校に収めた歌集にひとよ穴がある。和しお淳教、贈呈、日本仏家人名辞書東京美術、1992年、126p。和しお淳教、贈呈、日本仏家人名辞書東京美術、1992年、126p。和しお淳教、贈呈、 日本物家人名辞書東京美術1992年 126p。与田学会話園博文館1893年 44p。ありがとうございます。